第1回は生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の三面実質的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなというのと、私が何か伝えたいニュースを伝えていくチャンネルです。では早速やっていきましょう。さあ本日7月27日木曜日です。現在時刻6時43分です。本日最高気温37度、最低気温30度で晴れですね。降水確率 60% なので、まあでもどこで雨降るのかな、夜雨が降るみたいな感じの予報になっているので、そんなに傘が必要になることはないかなと思います。また台風ですが、思ってたよりもね、なんかすごい進みが遅くなっていて、台湾とフィリピンのちょうど真ん中あたりにいるのかな、そんな感じですね。まあ今日1日ね、シグナル1がなくならないみたいなので、風が少しあっていいかなっていう風に感じます。以上天気予報でした。続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは17円99銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時45分です。ビットコインの価格は29,443.10でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。といってもね、今日はね、もうシグナル1になった台風の話と、あとクジラさんの保護に動き出したという件でね、この2点ですごく短いニュースになっております。まああまり興味ない方はもうね、ここで聞くのやめていただいても大丈夫です。すいません、特に特別なニュースはなかったです。さあ続き、まずですね、台風シグナル1になりましたね。一応ね、香港直撃の可能性はさらに低くなったって言われておりますが、それとは別にですね、台風 の動きがねすごく遅いです。おそらく直撃はないんですが、思ってた以上に、大きくなる可能性と、あと直撃でないとしても結構大きな被害が出るのではないかと予想されております。またね、現時点では、どうなるか全然わからないので、今日丸1日とりあえずシグナル1のままで終わると思うんですが、明日以降もしかしたらシグナル3になる可能性が高いのと、今週末にね、シグナル8になる可能性があるというふうに予測されています。まあ、どうなるかわからないんでね、皆さん食料を買い込むとかね、そういったのはね、なるべくやっといた方がいいのではないかなと思われます。さあ続きまして、クジラさん、保護に動き出したということでね、香港政府が、クジラさんを保護しつつ、守りつつね、様子を見るという方向で動き出しているようです。ルールとしてはクジラさんに 100m 以上距離を置くことを前提として行動してくださいと、100m 以上近く、100m 以内、ね、に入るとクジラさんに怪我を負わせる可能性があるので、そう近づかないようにしてくださいということです。あとね、出現可能性が高い区域での釣りを行ってはいけないということがルールになったみたいです。またね、ここはね、ちょっと曖昧なところなんですけど、必要以上にお会計ではいけないっていうことですね。で、本当にクジラさんがね、無事、元気にね、過ごしてくれることを私も祈っています。ということでね、今日ちょっとニュース、あんまりなかったんですけど、ここまでさせていただきたいと思います。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日、朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、今日はすごく短くなってしまいましたが、ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。チョイキン、またね。バイバーイ。